はようございます。おはようございます。ハレルヤ、アメン。おはようございます。おはようございます。ハレルヤ。勝彦さん、アンディビさん、あやこさん、ルルさん、かっちゃん、ハレルヤ、ガッデムさん、はい、今日はですね、少し寒いです。曇ってます。でも、かかりません。シャンさん、おはようございます。曇ってます。でも、まあ、雨は降ってません。まあ、まさに秋。秋の、まあ、曇り日という感じでしょうか。メロディーさん、おはようございます。はい、やっぱり YouTube はちょっとうまくいかないみたいですね。ごめんなさい。やっぱり YouTube はちょっと電波がですね、難しい。マルコさん、みんな早い、待ちわびていたんだ。アメン。アイポンさん、おはようございます。皆さんが、神のことを聞きたい、神の言葉に上乾いてる、それは素晴らしいです。そうです。私たちに必要なのは神の言葉です。神様の言葉、神様の言葉が、大事ですね。神の言葉が大事です。皆さんは神の言葉に植え替えてます。素晴らしい。ごまちゃん、これから早番です。おはようございます。私たちはだんだんですね、その何が大事かが分かってきます。そして分かれば分かるほどですね、まあ、大事なものを求めるようになるでしょう。子供の頃はですね、お菓子が大事で、おもちゃが大事で、お人形が大事で、子供の大事さがあります。小学生になれば小学生の大事さがあるでしょう。中学生になれば中学生の大事さがあると思います。大人には大人の大事さがあるでしょう。しかし、本当の大事なものは何か。私たちは日々、その、ちょっと YouTube うまくいきませんね。ごめんなさい。リニーさん、エマルさん、おはようございます。どうも、YouTube はうまくいかないようですね。残念ですけど。寒いですか。はい、少し寒いですね。だんだんですね、その大事なものが見えてきます。そしてイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、私たちはいろんなことを学びます。納豆さん、おはようございます。そしてイエス様を信じて、価値観がガラッと変わります。世の中の価値観とは大きな違いがあります。私たちはこの世の価値があると思われることに価値を見出さないで、この世で価値がないものに価値があるということが分かってきます。私たちは、イエス・キリストを信じて大きな、価値観の変換がありました。それが生まれ変わるということですね。生まれ変わるということです。そして、YouTube ダメですかね、これ。はい、YouTube がちょっとダメみたいです。ごめんなさい。残念ですけど YouTube は今日できないですね。すいません。はい、そういうわけで皆さん、私たちは、私たちの価値観が大きく変わりました。
ですから、信仰のない方とクリスチャンと、価値観が合わない、価値観が合わないと言えるでしょう。ですからうまくいきません。未信者と首輝きを一緒に、首輝きをつけてはいけない、未信者と首輝きをつけてはいけないとあります。第二コリント6章ですね。でそれはなぜかというと、価値観が違うので、合わないんですね。意見が合わない。お金を求めている人と、ね、神の愛を求めている人がうまくいかないんですね。自分中心の人とイエス様中心の人とは考え方がうまくいきません。ですから首輝きを一緒に、首輝きをつけてはいけない。首輝きというのはこう首に輝きをつける、牛の首に2頭のですね、牛にこう一緒に仕事をする輝きですが、それを首輝きと言いますが、クリスチャンとノンクリスチャンとでは一緒に何かできないということですね。シャンさん、私は世界平和と神の愛を信じてイエス様の信仰真理を学んでいます。アメン。ごまちゃん、不貧困と偶像礼拝の姉妹と縁切りました。そうですか。そうですね、私たちはですね、クリスチャン同士が愛し合いなさい、私が愛したように、互いに愛し合いなさいと言われました。ですから私たちは兄弟姉妹と愛し合う必要があります、ね、兄弟姉妹と愛し合う必要があります。私たちはこの世の付き合い、この世の何かですね、属性的な、世俗的な付き合い、また、肉的な付き合いに、妥協することはありません。もちろん伝道という意味ではもちろん未信者と関わりますが、ただ付き合いという意味では、ね、神様が喜ばない付き合い、神様の御心じゃない付き合いはしなくていいと思います。ですからぜひ皆さん、私たちは正しい生き方を求めようではないでしょうか。そして私たちが正しい考え方、正しい生き方を学ぶためには御言葉がどうしても必要です。皆さんは御言葉に飢え替えてこの放送に来られていると思いますが、それは大正解ですね。大正解です。私たちは御言葉を聞いて学びます。御言葉を聞いて考えます。御言葉を聞いて軌道修正をします。御言葉を聞いて悔い改めます。キュウちゃんに会いに来ます。ぜひ来てください。ぜひ来てください。ジーザスレインは次はいつやるんですか。ジーザスレインズはですね、毎年8月15ですね、8月15にします。来年も多分中野だと思うんですが、ちょっと確認していません。8月15日がジーザスレインズですね。ポポロンさん、キューさん、今日もイエス様のお言葉をありがとうございます。今日のタイトルはですね、イエス様の教えを巡らせるちょっと難しいね。イエス様の教えを巡らせるという、そういうタイトルです。どういうことでしょうか。それはですね、私たちはその何を考えるかということですね。普段何を考えるか、ローマ8章には御霊に属する者はもっぱら御霊に属することを考える、肉に従う者はもっぱら肉的なことを考えると書かれています。ということは、信仰的な生き方というのはいつも、イエス様の教えをもっぱら考える、イエス様の教えをもっぱら考える、それがですね、御霊に従うものと言えるのではないでしょうか。多くの人はですね、もちろん信仰がなかったらね、この世的なことばっかり考え、肉的なことを考えます。
仕方ありません。信仰はないですから。信仰がない人が信仰的なことを考えることはできないし、イエス様の教えを考えることはできません。しかし私たちはイエス・キリストを信じたものですから、肉的なことを考えるのをやめて、もっぱらイエス様の教えを考えるべきではないでしょうか。それがですね、御霊に従うものと書かれています。御霊に従うもの、聖霊様に従うもの、イエス様に従うもの、イエス様といつも一緒にいるんですから、信仰というのはいつもイエス様と一緒にいることですから、イエス様と一緒にいるということは御言葉を聞くということであり、御言葉を考えるということであり、御言葉が、心を巡る、頭を巡るということです。そんなもうしょっちゅう年がら年中イエス様の教えを考えばっかり考えてるんですか。他のことは考えないんですか。イエス様おっしゃいました。大事なことはわずかです、いや一つですと言いました。何が大事なんですか。マリアはイエス様のことを、熱心に聞いてました。私たちにとって一番大事なこと、それは御言葉を聞き、御言葉を巡らせるということですね。それでいいんですか。それでいいんです。それだけでいいんですか。それだけでいいんです。なかなか、実行は難しいかもしれません。だんだんそういうふうになってくると思います。皆さんの霊的成長というのは、いろんな言い方がありますが、今日の御言葉から、今日のタイトルからすれば、絶えず御言葉を考える、絶えずイエス様の教えを考えることが、霊的成長の一つの目安と言えるでしょう。元彼さん、イエス様おっしゃいました。私にとどまり、私の言葉にとどまりなさい。そうすれば何でも願いなさいと言いました。つまり、イエス様にとどまるということと、イエス様の言葉にとどまるということがほぼ、イコールなわけですね。ということは、イエス様にとどまるということは、イエス様の教えにとどまるということで、イエス様の教えを考える、イエス様の教えを、実行する、イエス様の教えをですね、心の中に巡らせる、それが信仰と言えるでしょう。信仰はイエス様の教えをいつも考えると言えるでしょう。そして実際に適応するということでしょう。いろんな問題があります。いろんな人間関係があるでしょう。いろんな状況があるでしょう。その時に皆さんがその御言葉を適応するわけですね。そして実行するんです。あの人に対してちょっと悪い感情があった、じゃああの人を許そう。いや、あの人に対してちょっと祈りが足りなかった、じゃああの人のために祈ろう。この出来事のために、取りなしが必要だ。もうすぐハロウィンが近いから、ハロウィンが、いろんな悪い影響がないように祈ろうとかですね。とにかく私たちは、御言葉を巡らすときに、私たちが神様が喜ばれるようなことをですね、私たちは気づかされ、また聖霊様に従うということですから、御言葉を私たちが考えるときに、聖霊様がインスピレーションをくれます。聖霊様がいろんなアイデアをくださり、いろんな思いをくださいます。マルクスさん、なぜ渋谷でハロウィンは悪いんだと伝道しないんですか。そうですね、聖霊様がそうしろと言えばそうします。人間的に考えないで、私たちはイエス様の導きでします。ですから人間的にはね、渋谷のど真ん中でハロウィンは悪いんだって叫んだらいいんじゃないかと
まあ、そのように、考えますが、でもそれが神様はどう思うかですね。神様はそうしろと言うならばそうします、ね。今のところそういう思いは来てないですね。そういう思いは来てませんが、聖霊様が、ね、旧牧師渋谷行って、ね、ハロウィンは悪いんだと叫びなさいと言えばそうしますが、今のところそういう思いは来てません。なんで悪いことなんですか。ハロウィンは悪魔のお祭りだからですね。イエス様のお祭りではありません。悪魔のお祭りだから悪いんですね。私たちは、イエス様の教えを尊びます。イエス様を尊ぶということはね、イエス様を敬い、イエス様を尊ぶということはイエス様の教えを尊び、イエス様の教えを愛するということなんです。イエス様はおっしゃいました。私を愛する者は私の教えを愛する、私の命令を愛する、私を愛さない者は私の教えを愛さないとおっしゃいました。つまりイエス様の教えをですね、愛するならイエス様を愛することになるんですよ皆さん。ヨハネの14章です。イエス様を愛する、イエス様を愛するということはイエス様の教えを愛する、私たちイエス様を愛したいですよね。皆さんイエス様を愛したいですか。アメン。愛したいですね。どうやって愛するんですか。イエス様の教えを愛するということです。ということはもういつもですね、イエス様の教えが巡らせてイエス様の教えを考えているということはイエス様を愛することになりませんか。皆さんが朝晩、ね、マリニャンさんおはようございます。皆さんが、ね、朝晩この放送に来るということはイエス様の教えを愛していることになって、イエス様を愛していることになるんです。皆さん素晴らしいです。皆さんはイエス様の教えを愛してて、イエス様を愛しているのです。マルコさん、イエス様を愛してます。イエス様を愛しています。どうやってですか。イエス様の教えを、愛してるからです。素晴らしい、素晴らしいです。でも私たちは完全じゃありません、完全ではありませんけども、私たちは、少しでも正しく、少しでも正しく学ぶ、学び続けることが大事ですよね。シャンさん、 IS の指導者のバグダディ氏が死亡されたとニュースを見ました。もしかしてイエス様のご計画でしょうか。悪い人が死ぬことは御心ではありません。神様は悪い人が死ぬことではなく、生きることが、生きることが、御心です。しかし、神様は、その悪い人が罪のゆえに死ぬということは、その、罪の報酬は死であると、罪の報酬は死である。バグダディ氏が死ぬことは御心ではないけど、彼の罪で、死を招いたと言えるでしょう。私たちは、神を恐れなければなりません。罪を犯すならば死に向かうのですね。罪を犯すならば死に向かいます。罪の報酬は死だと書いてあります、ね。しかし、神の賜物はイエス・キリストによる永遠の命と書いてありますね。ローマの6の最後、ローマ書6の最後に神の賜物はイエス・キリストにある永遠の命とありますから、私たちはイエス・キリストを信じて永遠の命を獲得しましょう、ね。多くの人は罪のゆえに死に至りますが、それも永遠の死に至りますが、私たちはイエス・キリストを信じ学び、私たちは永遠の命に至ります。シャンさん、ご回答感謝します。また一つ学びました。私たちは、どんな悪い人でも、
どんな悪い人でも悔い改めてイエス・キリストを信じるならば救われるわけです。罪が許されるわけですから、悪い人が、ね、死んだ方がいいと、ね、考えるのは御心ではありません。聖書にですね、父の御心は、一人も滅びることなく、一人も滅びないで、イエス・キリストを信じて救われることだと書いてあるんですね。ラムタンさん、おはようございます。神様の御心は愛です。愛というのは人が死ぬことではなく人が生きること、人が死ぬことではなく人が生きること、それが神の愛です。ですから私たちは神の愛を持とうではないでしょうか。敵悪意を持ってはいけません。殺意を持ってはいけません。敵悪意殺意は、悪魔の心ですね。悪魔の心は敵悪意殺意です。しかし神の御心は愛です。神の御心は愛です。高橋さん、おはようございます。やさぐれさん、おはようございます。そういうわけで私たちはいつも、イエス様の御言葉を思います。あなた、御言葉を心に刻みなさいとあります。御言葉を心に刻みなさい。私たちは、イエス様の教えを心に刻みます。心に刻みます。モーセはですね、十戒を受け取りましたが、十戒はですね、石の板ですね。石の板に十戒が神の指でね、何時殺すなかれ、何時会員するなかれとか書いてあります。あれをタブレットって言うんですけど、今ですね、タブレットでやってる人もいると思いますが、タブレットっていうのは、モーセの十戒の書いた石板のことをタブレットと言います。その石板ですね、その石板が入れられた箱が契約の箱ですね。契約の箱の中にそのモーセの十戒の石板が入っています。シャンさん、敵をも愛する。それで、いいですか。立法というのは、モーセの立法は石板に神の指で刻まれました。しかし今私たちの心に、ね、心に神の指である聖霊様によってイエス様の教えが刻まれています。わお。聖霊様は心の立法と言われています。心の立法、旧約では石に立法が刻まれましたけど、私たちは今イエスキリストを通して私たちの心に神の指である聖霊様によってイエス様の教えが刻まれているんです。わお。皆さんの心にイエス様の教えを刻んでください。イエス様の教えを刻んでください。そして聖霊様はイエス様の教えを思い起こし、そして真理を教えてくれると書いてあります。私たちの心におられる聖霊様が心の立法です。石の板ではありません。心の板です。心の板に書かれた、教え、そして心に刻むということは、皆さんどういうことでしょう。御言葉が心に刻まれているということは、いつも御言葉を考えるということです。刻まれてるんです。普通で人間の考えっていうのはですね、何か考えてもパッと消えます。いろんなことを思います。パッと消えます。パソコンのメモリーみたいなものでスイッチを消すとメモリーが消えます。でも、ハードディスクとかですね、 SSD
SDD、 SSD はですね、データが残りますよね。すぐ消えるメモリと残るメモリがあります。その、SSD やハードディスクは、データが残ります。それと同じように私たちの心に御言葉が刻まれる。私たちの心に御言葉が刻まれる。そうすればね、いつでもすぐに、御言葉をが出てきます。皆さん条件反射というのがありますね、何か聞いたら何か思うという条件反射があります。私たちはその御言葉がすぐ出てくる、何かあったらすぐに御言葉が出てくる、そういう訓練、条件反射、御言葉条件反射ですね。御言葉の条件反射、こうあったらすぐに御言葉が出てくる。御言葉のストックがありますね。ストック、弁慶の七つ道具ってなりますが、私たちは御言葉が七つ道具です、ね、何かあったらこの御言葉が出る、何かあったらこの御言葉が出る、弁慶の七つ道具のように御言葉がすぐ出てくる。そのすぐに出てくるという条件反射、それは霊的な訓練です。霊的な訓練です。私たちは霊的訓練をしています。ね、スポーツ選手はスポーツの訓練をします。音楽家は音楽の訓練をします。クリスチャンは御言葉の訓練をします。御言葉の訓練、条件反射、ね、どの御言葉がパッと出てくるか、どの御言葉がパッと出てくるか、そういう、私たちは訓練をして、すぐに御言葉を適用し、すぐに御言葉に従う、そういう訓練が必要です。それが私たちの訓練です。皆さんの朝晩の、放送を見てくださるのは霊的訓練です、ね、霊的訓練です。それでは証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、シャンさん御言葉が心に染みます。イエス様を信じて御言葉が心に刻まれるようになった。イエス様を信じてイエス様の教えを考えるようになった証。イエス様を信じていつも大事なことは御言葉だということが分かった。もう意味のないことではなく、大事なことを考えるようになった。イエス様を信じて本当に真理を愛するようになった。イエス様の教えを愛するようになった証。スタートスタートスタート。ジュデロンさん、ハロウィンに参加したら呪われてしまうと思いました。本当ですよ、呪われますよ。偶像崇拝は一番の大きな罪ですからね。ハロウィンに参加したら呪われます。本当です。思いが行いの動機とはよくわからないのですが、大体ですね、何か人間の行動は心から出ますよね。心から行いになりますから、私たちは心が大事ですね。心が、なんで呪われるんですか。悪霊に関わるからですね。悪霊に関わることが呪いです、ね、悪霊に関わると、汚れるのです。ヤソさん、憎しみは人類を滅ぼすと思った。憎しみは人類を滅ぼすと思った。その通りですよ。私は幼稚園でイエスキリストをやりました。ああ、アメン。野太郎さん、おはようございます。日本人を恨んでますか。全然。私日本人です、ね、日本人を救うために、日本人を救うために伝道しています、ね、
私は、日本人として日本が滅んでほしくない、日本人として日本が救われてほしいから伝道してます。ドテチンさん、はじめまして。ニコ生やめてんですか？ニコ生やってます、ニコ生やってます。シャンさん、イエス様を信じてイエス様のお力に常に感じ365日お祈りを続けてます。アメン。ゆうちゃん、天国地獄について知りたいのですが本当にあるんでしょうか？本当にあります。本当に天国地獄があります。聖書に書いてあります、ね、天国地獄あるんです。そしてそれが、ね、大事なんです。どっちに行くかということが大事なんです。地獄に行ってはいけないのです。天国に行くことが大事なんです、ね、天国に行くためには罪を許してもらわなければなりません。イエス様に罪を許してもらって、イエス様によって天国に行くということができます。ですからそのための放送ですね。天国放送、天国放送というのは、天国に行くための放送、天国大学でもあります、ね、天国に行くための大学、天国放送です。キリスト信者からしたらヘビメタルやハードロック音楽は敵なんだろう。そうですね、それをまあ、禁止したいですね。ヘビメタ、ハードロックは禁止したいです。高橋さん、地獄こそは恐ろしい。もし仮に地獄が存在しないのなら宗教など必要ないと言っても良いです。カズさん、天国はいいとこですか？ものすごくいいとこです。もう本当にいいとこです。最高にいいとこです。もう行くべきです。全ての人が、全ての人が天国に行くべきです。せっかく行けるんですから。せっかく行けるのに行かないことはないのですね。地獄は逆です。地獄は絶対に行っちゃいけないです。地獄は絶対に行っちゃいけませんね。もうとんでもないとこです、とんでもないとこです。ですからぜひ皆さん、熱心に学んで、熱心にイエス様を信じて天国に行きましょう。天国に行きましょう。決して地獄に行くならばとんでもない後悔ですね。もう永遠に、永遠の後悔です。後悔してもしきれません。ですから今チャンスです。今皆さんは天国と地獄について学んで、天国に行くことを学んでください。シャンさん、イエス様を信じて兄弟姉妹の皆さんとのつながりが一番強くなっている気がします。アメン、アメン。信じない人は地獄に落ちてしまいます。これは脅しではなく当然のことなのです。私は韓国人です。応援してます。ありがとうございます。それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージです。肉に従う者はもっぱら肉的なことを考え、御霊に従う者はもっぱら肉、御霊に属することを考える。つまりクリスチャンは、イエス様の教えをもっぱら考える、イエス様の教えをもっぱら思う、それが信仰とも言えるでしょう。ぜひ皆さん、私たちは意味のないことを考えたり心配したりするのをやめましょう。私たちは、
イエス様と共にいるんですから、イエス様と一緒に、いつもイエス様と一緒にいるんですから、イエス様の教えを心に思いましょう。そしてイエス様が喜ぶようなことを考えましょう。皆さんがイエス様の教えをいつも考えるなら、イエス様は喜ばれます。皆さんが、この世のことばっかり考える、肉的なことを考えたら、イエス様は喜ばないのです。ルルさん、心配やネガティブはやめたいです。そうです、ルルさんがネガティブだとイエス様は喜ばないわけですね。シャンさん、昨日の夕方頃に、夕刻頃に天から数十本の雲の帯を見ました。写真で撮れました。ああ、そうですか。数十分の雲の地震雲地震雲じゃないですか。わかりません。もしよければ写真を送ってください。はい、それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ああ、今まで肉的なことばかり考えてきた、けど、肉的なことを考えても何の意味もないんだ、信仰的なことを考えよう、イエス様の教えをこれから学ぼう、これからイエス様の教えを蓄えて、イエス様の教えを蓄えて心の中に、弁慶の七つ道具のように、御言葉を蓄えて、心に刻んで、心に御言葉を刻んで、すぐに御言葉を適用するような訓練をしよう。イエス様を信じて、御言葉で武装して、御言葉で悪魔と戦い、御言葉で悪霊と戦い、これからは悪魔に勝利をし、悪霊に勝利をし、イエス様と共に勝利の道を歩むんだ。ネガティブではなく、ポジティブの人生、御言葉によってポジティブ人生を始めたい、イエス様を信じて悪魔に勝ちたい、そういう方はアーメンと言ってください。アーメン。これからは神の兵士として悪魔と戦うんだ。これからは悪魔に負けてネガティブになるのではなく、悪魔に勝利してポジティブになるんだと思う方、アメン。アメン。あ、ニコ生アメン多いですね。嬉しいです。ニコ生アメンだらけですね。すごい。ニコ生アメンだらけですよ。アメンだらけ。素晴らしい。アーメン、すごい。天のお父様、感謝します。以前はネガティブばっかり考えてました。ネガティブが心に刻まれて、トラウマとかネガティブなことが心に刻まれてましたが、イエス様を信じて、だんだん御言葉が刻まれるようになって、心がポジティブを考えるようになりました。希望の心になりました。今アーメンと言った方々が、御言葉が蓄えられて、御言葉をいつも考えて、心がポジティブになりますように、心が明るくなりますように、希望を持つようになりますように、イエス様、どうぞアーメンと言った方々がイエス・キリストを信じて、御言葉を聞く者、御言葉を行う者になりますように、イエス様、彼らを励ましてください。慰めてください。トラウマを取ってください。いろんな、心の傷を癒してください。ネガティブを取ってください。イエス様、そのための十字架です。十字架は私たちを癒すため、私たちを救うためです。イエス様、アーメンと言った方々の心が変えられますように、聖霊様を受けて、生まれ変わりますように、
生まれ変わりますよ。イエス様を信じて生まれ変わって神のことになりますように。神のことになりますように。イエス様どうぞ彼らを救ってください。彼らを救ってください。イエス様の教えを尊びます。イエス様の教えを愛します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。それじゃあですね、皆さん今日も、イエス様と共にいてください。またイエス様の教えを考えてください、ね、イエス様の教えを心に刻まれた教えを考えて、その教えに従いましょう。教えを行いましょう。そしていつも感謝して、イエス様に感謝し、イエス様を喜びましょう。希望に満ちましょう。希望に満ちましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン。良い一日を。シャローン。シャローン。シャローン。